美しい世界を守るために戦うよ。位置につきました。時間です。そろそろ出発してキアナのところに行きましょう。私の番だね。私の番だね。位置につきました。このボタンかな。テスラ博士が作ったこの探知機、少し懐かしいな。キアナ。あ、委員長、もう出発するの？ええ、時間が迫っている。急いで出発しよう。よし、行こう。よかった、まだ出発してなかったんだね。アインシュタイン博士、よかったって？先ほど少し任務目標を調整したんだが、まだ君たちに知らせていなかったんだ。何かあったんですか？いや、君たちの目標は依然としてオットーのいる聖537教会堂なんだが、あるルートを発見したんだ。特別なルート？それって敵の防衛状況をもとに臨時で調整を行うってこと？ああ、具体的に言うと、すでに稼働している一部のスパルタクスシステムのおかげで一定範囲内のエネルギー反応を検出することができるようになった。これはカロスタンの地形図だ。すでに何度も目にしたと思うが、今僕が指している座標をよく見てくれ。リアルタイムの探知結果によると、ここには非自然的なエネルギー反応がほとんどないんだ。つまり敵がいないってこと？教会堂までの最短ルートではない。元の計画だと君たちはそこを通ることはないはずだ。しかし、騎兵を条件に入れて考慮すると、このルートにした方が最も時間を節約できるだろう。けど、アインシュタイン博士、オットーはそんなに分かりやすい隙を残すのかな？分からない。が、僕たちの計画したルートに入っていなかったのは確かだ。それに、通常通りにモニタリングが可能になったこと自体が予想外とも言える。スパルタクスシステムが想像以上に支配の律者の力を抑えてくれているからね。
オットーがそこまで予想できたのなら、別のルートを選んだとしても同じ困難に直面すると思うよ。つまり賭けですね。そのルートで私たちを待ち伏せしている、もしくはただの心理戦で私たちがリスクに怯えて手も足も出なくなることを狙っている。どちらも行ってみるしかないよね。考えすぎてチャンスを見失ったらかえって相手の思うツボだよ。何せオットーは時間を稼ぐのが目的だし。ええ、そういうことだね。行きましょう、この新しいルートで。私の番だね。私の番だね。行動を開始しよう。ぜひ味わってみたいわ。マントが長くなったからちょっと慣れないや。行こう。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。行動を開始しよう。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。行こう。やっぱり地面に足がついてる方。決戦の時だ。マントが長くなったからちょっと慣れないや。待って、キアナ。どうしたの、委員長。簡単にはいかないよね。探知機の不具合？それとも。とにかく想定の範囲内ではある。これは確かにあの天命の主教のやり方だよ。彼のしてきたことはほとんどの場合は賭け事にしか見えないけど、実際は利用できるスペースに全て駒を置いていた。それって私たちの計画は全部あいつの想定内ってこと？わからない。今私たちの前にいる伏兵はそれほど強くない。ここが突破口になることを予想したのか、私たちがここに来ることを予想したのか、その間には大きな違いがある。もし後者だったら、彼はきっと他の用意もしているはずだよ。他の人たちに連絡を入れた方がいい？まだ大丈夫。エネルギー反応と探知機の結果がどうして一致しないのか、今すぐ結論を出すことはできない。オットーが何らかの手段で信号を遮断したならまだいいんだけど、
もし彼がリアルタイムで私たちを監視していたら、むしろみんなを巻き込んでしまう。けど気づかれない前提で通ることは無理だね。じゃあ行動ルートをキープしたまま直接突破するのは、やっぱり無鉄砲かな。いいえ、軽率に仲間に連絡できない状況なら不変をもって万変に応ずるのが正しい。計画通りに動く。目の前の敵を素早く倒すことができたら予定通りに吸収を達成できる。委員長はそう言いたかったんだよね。ええ、実戦においては自身を中心とすることが一番大事だから。行動を開始しよう。決戦の時が来た。気をつけてキアナ、あれは分身に過ぎない。あの男がこういう簡単な罠だけを用意するはずがない。急いで敵を片付けないと。はい、私の番、文句はないよね。戦闘中にはぐれた。急いで彼女を見つけないと。けどこれもあの人の計画だとしたら、どうして私たちを離れ離れにしないといけないのだろう。いや、さすがにこんなことまで予想できないはず。それに私たちの計画にとっても決定的な影響を及ぼすとは考えにくい。しかし本当にわざとそれを狙って、支配の律者の力を利用して。これは秋山、まだ近くにいる。本気を出している。敵は誰？私にはやらなければならないことがあります。
敵は見逃します。それはこっちのセリフだよ。位置につきました。委員長がここに来る前にあんたを倒す。左折時また計画を間違えてるよ。相手が全然違うじゃない。待って今日は私を倒すのは無理だよ。ほら、大師匠が来たから。どうしてあなたが大師匠お祖師様。確かに500年ぶりですね。まさかまだ生きてるとは思いませんでした。ですが確かにあの男がしそうなことですね。でしょ。目覚めた時びっくりしましたよ。世界はいろいろ変わったけど500年前の人がまだ存在してる。まるで夢を見ているみたいですね。委員長、彼女は？昔の友人。話すと長くなるから割愛させてもらう。キアノは大丈夫？平気だよ。けど委員長も気をつけて。彼女はオットーの部下みたい。羅刹人の部下なんかじゃないよ。ヴァルキリーだってあの人が勝手につけた肩書きだし、私は別になりたいなんて思ってないよ。お祖師様、誤解しないで。羅刹人は命の恩人だから私は協力するって決めたんです。だけどお祖師様を止めてとしか言われてないから、助っ人がいるなんて聞いてません。一対一ならまだしも一対二なんてできっこないです。割に合わないし、羅刹人は私のことを買いかぶりすぎてるんじゃないですか。キアナ、先に行ってもらうことになるかもしれない。委員長、私の判断が正しければ確かに私たちが手を組めば彼女に勝てると思う。けど任務も予定通りに行えなくなる。最悪の場合、彼女が私を倒しあなたの前に立ちはだかるかもしれない。本音を言うと、そんな自信はないですよ、お祖師様。もちろん、それには大きな代価が必要でしょう。他の者なら話は別です。なぜなら彼らは利害関係を考え、臨機応変に動くからです。ですがあなたは、有言実行という点においては、利害関係を考えません。死も下に及ばずという言葉のよう、相手が偽善者でもあなたは変わらず約束を守るはずです。羅刹人のやつ、この500年の間に一体何をしたの？褒め言葉なんて一度も聞いてないんだけど。だけど委員長、もし本当にそうだとしたら
一人で。キアナ、任務を忘れないで。何があっても誰かが前に進まなければいけない。大事なことが私たちを待っている。彼女にあなたの邪魔をさせるくらいなら、私が彼女の相手をする。けど、わかった。ただオットーの相手をするなんて、正直少し自信がないんだ。だから早く手伝いに来てよね。ええ、気をつけて。委員長もだよ。何かしようとはしないんですか？私が応じたのは1回の勝負だけですから。1回は1回。2回戦っても何の得にもなりませんし。500年ぶりの再会なんて、お祖師様とは戦った、そうですよね。覚えてないけど、お祖師様とはもう貸し借りはなしだって羅刹人が言ってました。あなたに守らなければならない約束があるように。ああそうです。どうしようもないことなのか、決まった運命なのか、はたまた報いなのか、私にはよくわかりませんけど。昔話をするのは全てが終わってからにしましょう。そうですね。何か予想外のことでもあったら、昔話も別のものになってしまいそうですし。では失礼します、お祖師様。静かな時ほど危険なものです。無常自在に一番です。リース社ご指導を。お祖師様、このまま譲り合っていても終わりませんよ。そう、私と違って彼女の献身はまだ完全なもの。ただ現状維持のままだと、今の私では彼女を止められるとは限らない。
この状況を、彼女のバランスを崩さないと。まだチャンスはある。他の相手では存在すらしないチャンスが。少なくともこれからの戦いに彼女が手を出せないようにしないと。あの技を出すように彼女を誘導して、そしてそれを解消しないと。そうですね、寸止めはそろそろ終わりにしましょう。これからは本気になります。そうしなければと彼女に思わせるために、私も元手を出さなければなりませんね。これでわかるはずです。え、何を？認めましょう。あなたが剣心を持つ状態では、今の私たちは白昼の間でしょう。あなたを倒してキアナと合流する、それができたとしてもかなり時間がかかるはずです。ましてその時の私には局面を変えられるほどの力は残っていないでしょう。ですがあなたにとっても同じです。先ほどの手合わせからして、もし私が戦闘を避けようとしても、あなたに私を止める力はないはずです。そうですね。今の変じゃない？羅刹人は精鋭は本物の仙人だって言ってた。そんなの知ってる？でも相手は仙人、私はただの凡人。それなら短時間で勝負が決まらないとなると、対局のために私はあなたを振り切り、この場を去ります。え？それはダメ、反則です。ですからあなたにも私にも即戦即決が必要です。そんなのできませんよ。だってお祖師様ですよ。負けないこと自体が難しいのに即戦即決なんてありえません。切り札を見せない状況なら確かにそうなりますが、私たちはまだ全力を出していません。次の一撃は全力を出します。
本気を出さないと、あなたはここで命を落とすかもしれません。そう、本気です。なので自分の約束を果たしたいのなら全力を出しなさい、リー・スショ。今がその時です。お寿司様はあの白髪の子のために時間を稼ぎたいだけですよね。羅刹人だって同じです。彼も私もお寿司様を傷つけたくない。今日命を懸けた戦いをしないといけないんですか？命を懸ける？いいえ、むしろオットーが何をしようとしているのかあなたには分かるはずです。私にとってそれは許されない悪行です。500年の歴史には戦う価値があります。ですがお寿司様、それに今よりもずっと幸せになってるはずだよ。無常寺左衛門一番弟子リー・スショ、ご指導を。神なるもの、変化の極みなり。万物に妙にして芸をなし、敬をもって話すべからざるものなり。お寿司様、この一撃は本当に気をつけてください。来い。退去の剣。静かな時ほど危険なものです。確認できる相手はいない。何事にも絶対はないのに。もうかばいすん。
超雨。静かな時ほど危険なものです。キアナたちが出会ったあなたは、四季の律者が作った幻影ではなかったのですね。あなたは最初からここに存在し、でももう意味はありません。師匠、500年前のことはもう終わりました。そして今私だけで、しばらくしたらあなたも土に帰るのでしょう。あなたが作った神運を防ぐことはできません。その点に関してあなたは誰よりも分かってるはずです。同じ神運を持って対抗すればまだ勝機が見えるかもしれません。ですが師匠、もう剣心の修行を、そうとは限りません。退去後運は真と真の二運だけが複雑に絡まり合っています。真運の本質は剣心を有する人が操る中で転現し形になる大量の神気、つまり崩壊エネルギーです。私にはまだそれを止め、露天させ、消散させる方法があります。剣炎剣、退去の剣。師匠は、剣心が破れた今、剣心をどれだけ止められるか分かりません。ですが理論上の可能性は。ですが師匠、それはあなたの剣心が無形無界、内から外へです。無形の部分はどうするおつもりですか。あなたにはもう都政の反…それが私たちが再会した理由です。あの一撃を止めれば私は勝機を見つけ、夫を阻止できます。あなたに別れを告げなければなりません。師匠、過去を捨てると決めたんですか。確かにかつての私はよくそうしていました。どうすることもできないぐらい記憶を捨て、それらを純粋な燃料のような力にしてきました。ですが今はもうしません。師匠、今になってやっとわかったんです。過去のあらゆる瞬間を覚えることが私にとってどんな意味。それらの記憶はすでに過去になりましたが、燃やされた後も私に消えない痕跡を残してくれて、ファとしての私、精鋭としての私、深いくつかの点のように互いにつながり私の道になる。それは運命ではなく私が私のために選んだ道。人生というものは失敗を経て成功するものです。今日勝つために使おうとしているのは過去と経験だけですか。私が持っているのはそれだけです。そうですね。それが師匠が決めたことなら私には背く理由も阻止する。今日の話を
今までの精鋭仙人の口から聞けるとは思いませんでした。けどそれもいいことではないかと思います。蝶羽、もう決めました。私は明日に向かいます。すべての過去を持って、それができれば過去も明日のようにここから伸びていくはずです。それが時間の最もすごいところだと思います。そうでしたか、師匠。あなたはずっとそうやって私を。今のあなたたちは私の頭に残った人格のかけらにすぎません。ですが、些細なことでも、私は過去がなかったら未来もないでしょう。ええ、そうですね。縁があったらまたお会いしましょう。潮時です。少し休みますか。さあ、神運、それを止めなければなりません。心に刻んでおきます。これが精鋭仙人、七番弟子と同じ。し、気をつけて。仙人だとしても名前があるはず。私と同じ、遠い昔を忘れ、今にすがるしかないのに。明日のこともわからない。誰も明日のことなんてわからないでしょ。流れに身を任せるしかないわ。そうか、俺はやめるよ。覚悟を捨てたら明日は無数の回り道の果てに。師匠、あなたはようやく本物の自分を見つけたん。面白い。昔のこと。一つも欠けてはなりません。あれ、これ変身が。正解でした。師匠は献身も大したことはないって言ったことがあります。嘘だって思ったけど、まさかお祖師様にそういう攻略法があったとは。止められない、避けられない献身を。お祖師様は止めただけでなく、まさかの無傷。さすがです、はあ、もっと早く理解するべきでした。神器は使い果たしました。もう戦う力はありません。お祖師様。いいえ、私にとって。それに
今の私はどう考えても無傷とは言えないでしょう。この一戦は普通ではありません。ただ説明する時間はありません。あなたはこう言いましたね。私は命を懸けた戦いをしようとしていると。ですが、お祖師様、羅刹人みたいな話し方はやめてください。回りくど剣心はあなたにとって有利でしたが、そのかけらは私にとっては害でしかありませんでした。それは過去が私に与えた劣勢ですが、今ならわかります。これからの戦闘で今私たちはもう他の人に加勢できないでしょう。だから本当の意味で対等な条件でしょう。いいですね。これからは退去系派の対決ですね。ええ、持久戦は避けたかったのですが、今という状況ならこれが私にとっての退去剣気の伝承者。精鋭仙人ではなく退去剣派の祖師でもない。これは私、この負荷が試合の中で素晴らしい。フカ、どうぞ。どうぞ。無常時代の一番弟子、リース様、ご指導を。炎上の光、心を湖に、神を剣となれ。
生する万物となる。
五行進出万物となる。私はもう一撃しか出せませんよ、フカ。そうですね、すみません。私は全力を出せません。あ、分かってます。あの白髪の子を追いかけたいんですね。いいでしょう、これが最後の一撃です。はい、でも私は全力を出したけど、おそし様はまだ近く。つまり私は自分を買いかぶる。いやいや、おそし様、一撃だけで見ると私の負けです。勝負がそう決まったのは1対2だったからです。あなたの。はあ、本当は勝負なんてありません。勝ちたいのは私だ。おそし様、もしあなたが自分のため、この瞬間のためにもっと考えていたら、勝負は分かりませんでしたよ。おそし様、もう勝てるとは思わなかったし、これからどうすればいいのか羅刹人も言ってなかったな。待って、それってあい、おそし様のしたいことはちゃんとできてると思いますよ。あの言葉も間違いなく私の。仲間を思うこと、もしくは自分のために考えること、どちらがより人を強くするのか。けどもういいんだ。だっておそし様はもう新たに始めることができましたから。まずは
安全な場所でしばらく休みましょう。あいつが私を呼び覚ましたのはきっと自分のことに自信があるからだと思うんですよね。もしかしたら私たちは別の時代に戻ることになるかもしれない。今のあなたにとってもむしろ馴染みがないかもしれませんね。あなたが目覚めるまでここで待ち続けます。何も知らない時代で目覚めるなんてあまりいい体験じゃありませんから。私は経験したから、もしかしたらあなたも私も最善を尽くしました。そうですよね、フカ。フワ、また何か用でも？未来はあなたに任せる。ですが博士、私は後人に何を与えればいいんですか？私わからん。その点においてはだから、不安、答えが知りたいのなら明日に向かってその目で確かめてみて。